9月になりましたね。1年の中でも特に雨が多い季節。プラモ製作では塗装したキットを乾かすのに向かない季節ですが、そんな時こそ塗装なしの組み替えでも十分楽しめる30ミニッツシリーズをがっつり楽しんでいきましょう。ということで毎月恒例のシリーズ新作アイテムの情報チェック会、始まりますよ。というわけで6月分の新作アイテムの情報を見ていくわけだけど、正直な話今回はそこまできっと数多くないんでサクッとまとめていくよ。ということでまずは30ミニッツミッションの新作から。一つ目はこいつが来たか、と大きく話題になったプレミアムバンダイ限定仕様になるアナザーエグザマックスプラン枠よりレベルノバの陸戦強化仕様だよ。あら、もう発売の時期が来たんですね。マスターさんのリアルの事情でプラも触れない時期が長かったからかなんだか時間経つの早く感じちゃいました。このレベルノバはその名の通りどんな環境下でも使える汎用機であるノーマル仕様をあえて陸戦向けに特化させ使う環境を限定することでより高い性能を発揮できるようにするみたいなコンセプトで開発されてそうなレベルノバの新たなバリエーション機です。見た目や公式サイトの設定を見た感じだとノーマル機からの変更点は武装の多ヘッドパーツにバックパック、スカートアーマーといった感じで、本体側はバックパックやスカートアーマーで武器の携行量や駆動時間の延長などを実現し、ヘッドパーツはアンテナ付きの装甲を被ってるのが指揮官機、装甲を外した状態のが一般機って感じで、通信能力にちょっと差は出そうだけど、こっちは基本的に見た目の違いを表現するようになってるっぽいね。ちなみにこの機体が発表された時、その色合いや一般機のヘッド形状からドムをモチーフにしているという声がそこそこ見られましたが、なるほど、そう見えてくるような機体形状や武器構成ですね。まあもともとドムっぽいことで話題になっていたレベルノバそのものに成型色やヘッド形状を近づけたり、まさかのバズーカをセットするみたいにもっと近づけるようなチューンを施してあるからね。あとは一般機のヘッドにレッドの差し色入れたりすれば、もうドム系モビルスーツの一種だって言われても違和感なさそうだもんな。ちなみに指揮官機用の装甲をつけた姿はリック・ディアスあたりに似た雰囲気を感じますし、やっぱりレベルノバやガルドノバあたりはガンダムのモビルスーツっぽい衣装を取り入れているのでしょうか。それとさっきチラッと出てた武装だけど、今回はガリアブルバズーカとショートアックスが新規造形で収録。武装の新アイテムはアナザーエグザマックスプランの中だと前作の将軍スピナティオあたりから出たものだった気もするし、なんだか結構新鮮な感じがしていいな。このバズーカとか単品でも欲しくなっちゃうよ。ちなみに今回のキット構成内容ですが、ベースとなるレベルノバ及び新規造形パーツに加え、オプションパーツセット8のマルチバックパック及びポルタノバの武器セットが収録されているようです。というかこうして見るとバックパック、マルチバックパック付属のトランクの後ろと背中の間にマウントラックみたいなものが見えますね。これも新規造形なのかな？そんな新たなレベルノバ、お値段は2860円とアナザーエグザマックスプラン機のボリューム感なら納得できるお値段となっているね。まあ今回はこれまでのように3つ以上のオプションキットが同梱されてるってわけじゃないんだけど、そもそもレベルノバ自体のボリュームすごいし武装もでかくて持たせるだけでかっこいいときた。初回の発送日は今月の15日とのこと。うまく予約できた人はぜひディスプレイやカスタムを楽しんでね。2つ目はこちら、エグザビークルのカスタマイズキャリアです。このキットはコックピットブロックに中央、後部の3つに分かれているブロックにタイヤがついた、今までありそうでほぼなかった車系の機体となっていますね。ここへ来てようやく登場か。この機体の役割はキャリアという名前にもある通り上にエグザマックスや武装などを乗せて運べるトレーラー的な感じで、この他にも荷台を自由に組み替え変形することで移動式のメンテナンスドックやトラックの荷台みたいにしたりと、アイデア次第でかなり色々な使い方ができる。そんなサポート能力高めの面白そうなアイテムだよ。もちろん各パーツには 3mm 穴などのジョイント多めなのでカスタムベースやカスタムパーツとしても優秀。またサイズ感は不明ですが、見た感じこのタイヤはボルパノバのクワッドバイクと共通のものが使われているようなので、今後はこの形状のタイヤを規格品みたいにして扱うとこういった車系の機体カスタムがやりやすくなるかもしれませんね。そんなカスタマイズキャリアのお値段は1キット1518円、エグザマックスに匹敵するかそれ以上の価格だね。まあそのエグザマックスを丸ごと積み込めるほどの大きさなんだからプロで出るほどではなくとも結構でかいんだろうし、組んだ後のボリューム感が楽しみになってくるよ。
発売が待ち遠しいね。ということで、サーティミニッツミッションの新アイテムは以上となります。続いてサーティミニッツシスターズの新アイテムを見ていきましょう。と言っても今月新発売のサーティミニッツシスターズ新作は水着ボディことオプションボディ S04 のカラー C だよ。このキットは S 型ボディでは初のカラバリアイテムで、形状は S02 と同じスクミズタイプで、成型色は S03 と同じく褐色肌によく似合うホワイトとなっているみたい。なるほど。このまま他の形状の水着ボディのカラバリも欲しくなってきますね。ちなみにお値段は変わらず1キット880円となっています。5月に登場したシアナはマルシアに合わせるためなのか、今後登場するイルシャナも含め最近褐色系のアイテムがどんどん出始めてきましたね。いやー助かるね。ちょいちょいレビューに出てる私のボディのカスタムも進むしありがたいよ。まあそうじゃなくとも、マスターは褐色肌好きみたいだし、そういう意味ではアイテム数増えるのは純粋に嬉しいポイントだよね。ということで、ちょっと早いけど今回の動画はこれで終わりだよ。6月中にレビューとかをやるアイテムも少ないというところではありますが、ここ2ヶ月分の新アイテムをほぼレビューできていないものの、実はクワッドバイクなど4月分含めキット自体は手元にあるので、少しずつレビューを進めていければと思います。それではお楽しみに。